金葛蘭元は、韓国の軍人、政治家、外交官。牧世紀大統領が暗殺された1979年10月の10.26、事件の事件現場に合わせ、事件の貴重な証言者となった。1923年6月28日、京尚北道英州に生まれる、野べき専門学校卒、学徒出陣により、日本軍少尉。 1946年、軍事英語学校卒業、任意小位。1948年、第二連隊第一大隊長として勤務中だったが、日本軍で砲兵の経験があったことから、砲兵部隊創設に参加。同年9月、第二砲兵訓練所長。9月5日から約2ヶ月間の期間症候の教育を実施し、31人の教育終了者を排出した。 同年10月、砲兵訓練所は解体され、野戦砲兵団と砲兵学校が創設され、校長に就任。1949年1月1日、砲兵司令部に改編され、砲兵団長に就任。同年6月20日、砲兵司令部が改編され、砲兵連隊副連隊長。1950年3月、新当たるひ人氏が、 実務教育団長として土日したため、法兵学校長兼法兵官、1951年、陸軍法兵司令官、1954年、第27師団長。1956年、情報局長。1958年、兵団官、1959年、情報参謀副長、認証書。1960年5月。 陸軍大学総長。10月、第三管区司令官。1961年、第五軍団長。同年5月、中世南北土海原事務所長。1962年、第六軍団長、任中長。1963年6月、陸軍参謀次長。1965年、第一軍司令官。1966年9月、 陸軍参謀総長、任大将。1969年9月、予備役編入。1969年10月、韓国中央情報部長。1971年3月、中中華民国大使。1978年、大統領秘書室長。1979年10月、僕聖機暗殺事件で、共犯容疑をかけられ、死刑を宣告されたが、 管轄管確認過程で、無期懲役に減刑した後、応募員で刑が確定した。1982年、刑執行停止で釈放。1988年、特別斜面、復権で刑執行が免除され公民権回復。2016年12月3日、老衰により死去。93歳坊つ。ありがとうございます。